ご苦労なこった。はた迷惑な話だぜ。こんな夜中に俺様を起こしやがって。なんだ貴様。おい、どいつだ。ジン・ハヤトって野郎は。てめえ。あんたがいるなら返事しろよ。少しはまともな番犬を飼ってるようだな。噛みついてやろうか。避けられたのがそんなに不思議か。それでも俺の顔に傷つけたのは人間じゃあんたが初めてだよな。いや、俺は。あのジジイが目をつけただけのことはあるぜ。